じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。お久しぶりです。増山れなです。今日はゲスト来ていただきました。こんにちは、大津恵子です。はい、この間、海賊テレビで今度番組始めたいなっていうことを言ったんですが、ぼちぼち始めていこうと思います。第1回目の放送は、神戸市にお住まいの F さんからご支援をいただきスタートすることができました。F さんありがとうございます。 F さんありがとうございます。その脱原発テントが8月20日の未明に、撤去されたということで、その現地での声を聞いてほしいというふうに、ご連絡ありまして、この間、脱原発テントがあったところに行きまして、テントの中で毎日活動してくださってた方、うん、そして当日のテント撤去の、状況を、その現場におられた方にお話を聞いてきました。脱原発テントは5年前の9月11日にヒューマンチェーンで経産省を取り囲んだ時に、まあ、その、どさくさというかその時に、最初立ったんですね。それでから5年間で、最初立った当初は20歳ぐらいの学生さんたちを中心にして、5人ぐらいの人たちのですね、テントのすぐそばで経産省の正門前でね、ハンストやったんですよね。それでそのハンストをやった5人の10日ぐらいでしたかね、10キロぐらい痩せてね、でも水とお塩だけで頑張って、うん、5人の女性が1人いたかな。でその頃はまだあんまりテントが立ってるだけで人はそんなに集まってなかったんですが、その後福島の女たちの参加があって、うん、福島の女たちっていうのは福島のこの前の災害で、被災された方たちで、女性の方たちが中心になっていくつかのグループ作って随分頑張られましたけど、まあ、そういう経過でそのうち女テントと男テントとできて、で太陽光電で発電しながら、まあ、番地もできて手紙を出せばそこに届くし、放送もね随分発信した、放送ものをやってらしたし、お祭りもあったし、さまざまなことをやって、この間取材に行って反省したのは、テントがあるから脱原発運動があるんだ、誰かがやってくれてるんだってなんとなくどっか心の中で思ってたなって、うん、それは高江や辺野古もそうなんですけど、自分たちでもっと一人一人頑張んなきゃダメだなと思いまして、でやはり集まっている方はご高齢の方が多くて、で雨の中傘を忘れながらもこうレインコートを着ながら座り込んで、これからも頑張るって言ってくださってるんですけど、ちょっと若者頑張んなきゃと思って、私まあ若者じゃないかもしれません。では脱原発テントでのインタビューの様子ご覧いただきます。はい、よろしくお願いします。坂本隆さん、8月の20日土曜日ですね、はい、の泊まり番でした。なるほど、はい、ではそのテントを撤去したされたその時に、はい、その現場におられたんですか。そうです、はい、何時ごろどんな状況から変化があったんですか。3時30分ぐらいですね。それで3時40分に強制執行に、係官が、中には5名ぐらい入り込みました。当日の様子は撮影もされていたんですか。はい、私とその、他1名が、撮影しておりました。私はテントの中だとか、テントの外で、撮影したんですけど、まあ、撮影するたびにですね、係官はペンライト、強力なペンライトを当ててハレーションを起こさせるというようなことをしてきました。1日の、3時42分ですから、はい、42分に執行されてますので、はい、その直後ですね、はい、こちらにいるのが全部係官です、はいはい、そしてこちら写真撮ろうとすると、こちらのペンライト当ててハレーションを起こさせるというようなことですね。
まあ、それから他のものなんですけど、撮影してるものに対して、撮影すると、逮捕するぞというような脅しもかかったようです、はい。まあ、私もそれから困っているものに関してももうマンツーマンでですね、かかり感がついてきて、追い出すというようなことをやってましたね。なるべく当日の記録を取ってほしくなかったんですよね。そういうことですね、はい。結構まだ暗いですね。そうですね、はい、これはテントの前のドアの前の。そうですね、はい、この方もペンライト当ててるんですけど、はい、ちょっとタイミングが合わなかったようで、はい、ちょっとはっきり明かり感の人の、はい、顔が映ってますね、はい、あと中に、4、5人入ってますよね、はいはい。テントの中は私含めて5名です、はい。皆さん眠っておられた状況だったんでしょうか。はい、私は入り口のところで起きて、ちょっと書き物があったんで、書き物をしてました。その時表の方に、白い服シャツの人たちがたくさん現れたので、あ、これは来たなというふうに感じました。この白い服を着た方が裁判所の方か経済産業省の方なんですか。そうです、はい、多分経済産業省だと思うんですね、はいはい。そしてこれが経産省前の、はい、要するに撤去業者がそこに30人ぐらい、はい、待機したということですね。以前からもうすぐ撤去があるんじゃないかということは予測されていたんですか。予測はしていましたけど、まあ日曜日に来るということはちょっと考えられなかったです。それからまた来たとしても、夜明け前に来るということはちょっと考えられなかったですね。ですから執行官たちも裁判所から特別の許可を取って、執行に来たという。何というふうに第一声あったんですか。ただいまから、ちょっとあまりあるし、よく聞こえなかったんですけど、要するに執行すると、ですからここをすぐ立ち退いてくださいと。ですから3時40分から、3時50分、10分間の間に自分たちの私物を持って表に出なさいというようなことでした。まあ、あと立ち会い人は誰だとか、今中に泊まっている人たちの、住所、名前を書いてくれと言われたんですけど、それは拒否いたしました。まあ、並びに、まあ、テントの責任者2名が来るまでを待ってくださいと、それから、弁護士が来るまで待ってくださいということを言ったんですけど、まあ、それは一顧だにされなかったということですね。なるほど、はい。テントの中には皆さんの私物であったり、はい、あとその隣のテントには、アートもあったと思うんですよね。絵や、はい、版画のようなものや、はい、オブジェもあったと思うんですが、はい、それらは、撤去されたんですか、それとも返却されたんですか。いえ、私物というのは私たち5名の、はい、私物、はい、それを持ち出すと、それから中に名簿類ですね、はい、それから携帯電話だとか、そういうものは最低持ち出さなくちゃいけないなと思いましたので、その10分間の間に持ち出したわけなんですけども、まあ、その10分という短い時間だったものですから、すぐに私たちは外に追い出されたというようなことですから、第2テントだとか第3テントにあるものは一切私たちが持ち出す余裕は全然なかったです。経産省前に、撤去の作業員が20名ぐらいいたと思うんですけど、その人たちが順次、テントの撤去に来て、テントごとですね、全部資材等全部持ち出して車に
積み込んだというような状況です。多分車3台ぐらいに積み込んだんじゃないかと思いますね、はい、なるほど。たった10分で持ち出されるものだけ、はい、はいはいはい、まあ今から考えれば、トラメガですとか旗の1本か2本ですね、持ち出せば よかったかなと思うんですけど、ちょっとそれは後の祭りでしたよね、はい。その後フリージャーナリストの方が拘束されたりですとか、はい、このテントの跡地の前で、集会が行われていると思うんですが、はい、その後の状況を見て、はい、どんな風に感じていらっしゃいますか？そうですね、マスコミの方はあらかじめですね、やはり警察か、まあ、裁判所の方から連絡あったのか、執行に来るときにはですね、そこの前面の横断歩道と向こうの文部科学省の方にですね、報道関係者が約30人ぐらい集まってたと思うんです。まあ、その後9時から記者会見だとか抗議集会というようなものが持たれましたね、はい。マスコミの方が事前に知っておられたということなんですか？はいはい、思います。その後も毎日のようにこのテントにいろんな方が集まって、はい、この後もテントの前に座り続けるということも先ほどお伺いしたんですが、はいはい、そうです。今後とも皆さんここに集まり、はい、脱原発の意思を伝え続けるご予定なんでしょうか？はい、その通りですね。まあ、運営委員会でテントの運営委員会でも、平日あと土曜日日曜日、要するに365日ですね、ここに座り込んでですね、反原発の、表示をしていきたいというふうに思ってます。こんにちは、私は今脱原発テントが撤去された後に来ています。経済産業省の前、私たちの希望のテントが今なくなってしまいました。そしてこのテントの現場に今日は韓国からお客様がいらっしゃっています。こんにちは。こんにちは。韓国のどちらからいらっしゃったんですか？インチョン에서왔어요。韓国で原発についての活動をやってらっしゃるんです。インチョン에서도그렇고韓国にも日本にも原子力発電所ありますね。やっぱり3月11日 の福島の事故以降、私たちもすごく関心を持っていまして、日本に来たちょっと用事があってきたので、それちょっとここに寄って皆さんを励ましていきたいなと思って寄りました。この脱原発のテントがあるということは、韓国でも知られていたんですか？はい、知っていました。原発のテントが撤去されたというニュースは韓国でも流れているんでしょうか？インターネットを通してニュースで知りました。どんな風に感じましたか？福島事件自体が워낙やっぱ福島のあの事故っていうのは本当に大きいものですね。それで、まあ、あれはでも福島だけの問題ではなく、日本だけの問題でもなく、韓国だけの問題、韓国も、まあ、世界的なこの問題ですので、やっぱりもっと私たちも関心を持っていかなくてはと思いますし、ここで戦っている人たちを応援していきたいっていうふうに思っています。ありがとうございます。韓国では今原発は稼働されているんですか？한국에서도워낙에원자발전이원자발전을한국でももう36年ずっと原発動いてきてるんですけれども、政府の方ではそれをもっと延長しようというふうにしています。また新しい原発も作ろうとしているということで、韓国でも反対運動が起きてて、ミランっていうところでは本当に地域ぐるみでずっと戦っています。ありがとうございます。貴重なお時間いただきましてありがとうございます。日本でもこの脱原発テントの皆さんと協力して、私もできることで原発をなくしていく活動を続けていこうと思います。今後もつながっていけると嬉しいです。ありがとうございます。イエイ。はい、通ります。はい、もう一回もう一回行きます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
それもね、あのレナさんの番組とか通じて伝えていく、うん、それによって聞いてる人が、あの通常のメディアでは伝えきれていない部分を、うん、やっぱり現実的に伝えてって、どう応援していけばいいのか、うん、何が違うのかって、より具体的なところをね、やっぱり追求していきたいと思いますね。そうですね。今福島の甲状腺がんの甲状腺エコー検査、不安を煽るので規模を縮小した方がいいんじゃないかという意見書を小児科学会が出しているわけで、本当は規模を縮小するどころか近隣県に拡大していかなければならない状況なのに、安全性、原発は安全だというような結果を出したいがために、子どもたちの健康をしっかり、チェックしないような状況が作られようとしてるんですが、まあ、伝えて調べて発信していきましょう。増山玲奈にここに来いて、こんな取材をしてほしいとか、こういったテーマを取り上げてほしいとかいう方はぜひご意見をいただき、そしてなおかつカンパもいただけると、ありがたいなと、そういった皆さんのご支援によって成り立つ番組を作れたらなと思います。あとこれはですね、まだ、書き途中なんですが、絵本作ろうと思って、本当に今若者たちがひょっとしたら、南スーダンになるのか、それとも新しい戦場が始まるのかの、経済的に困窮している若者たちが奨学金と引き換えに戦場に行くかもしれないという事態が起ころうとしている状況です。それを、絵本にして、あの若者たちが、僕たちが戦場に行くのかなっていうことをテーマにして、そして戦場での PTSD がどういうものなのかとかいうことを絵本で伝えるプロジェクトをスタートしたいなと思っています。こちらも応援していただける方がいましたら、ぜひ資金的にも応援してください。またこういったあのエピソードがあるよとか、自衛官の方で、派兵された時にこんなことがあったとか、いろんな、皆さんの思いもあったらお寄せいただけたらと思います。ちょっと追加なんですけど、画角切れてるよ。根本的な、ね、問題として、はい、個別的自衛権で、英国と日本とかね、そういう二国間の、ね、戦争と集団的自衛権で起こす戦争は根本的に違うんですね。で、今回集団的自衛権に踏み込んでしまってる。で、南スーダンには具体的に青森の部隊が生かされようとしている。で、そういう状況の中で、何をすればそこから踏みとどめていけるか。今度ですね、10月1日に文京区のシビック文京区民センターの3の A で、10月1日土曜日の日に、まあ、東京新聞の記者の方のお話なんかを中心にしながらなんですけど、今企画が一つあります。で、とにかく命っていうのを、人の命取っちゃいけないと同時に自分も殺されない、そこが私はベースだと思ってるんですね。だから殺しに行かなきゃいけないなんてことを国が命令するなって思うんですね。だからそういうことがいつの間にかまやかしの中で進んでいくっていう状況に対して非常に危機感を持っておりますので、若い人たちにぜひそういう分かりやすい絵本とかね、うん、そういうこうあれをメディアを通じて、みんなが、ああ人を殺しに行かなきゃいけないんだ、そしたら殺されるかもしれないんだ、でそういうことはだいたい自衛隊のサマオアのイラクの時の駐屯地に入った部族の人たちはだいたい普段銃持ってるんですけど、自衛隊の中に入ったら銃をとにかく置いてっていうね、そういう、それは九条が逆に働いてたわけですよ。その九条を放り出すなんていうことは、まあ私は絶対にいかんと思ってます。